円周率。下請け業者と電話で商談中、不意に回線が切れてしまった。大変なクレームが発生していた。在庫部品数の確認を急ぐ必要があった。すぐに固定電話機の番号ボタンを押すと、ボタンが外れてバラバラになった。慌ててボタンを拾い、なんとかはめ直して押し直す。焦っているため、最後まで正しく押せない。バカみたいにかけ直しを繰り返す。さらに、この緊急時だというのに、隣席の同僚が邪魔をする。3.14159265359793238436。なぜか耳元で円周率を唱えるのだ。なんだこいつは。なぜこいつはこんなに丸い顔なのだ。無性に腹が立つ。持っていたペン先を逆手に握り、同僚の毛深い腕にペン先を突き刺す。殺すぞ、仕事中なんだからな。感情に任せて怒鳴りつける。ところがなぜか同僚の腕からペンが抜けなくなる。どうやら腕を覆う毛に絡まってしまったらしい。ペンがなくてはメモを取れないので、ひたすら後悔するばかりである。